こんにちは、メイです。今回は花火大会を屋上で楽しむ風景の部屋作りをしていきます。昔リッキーの部屋作りでも同じような部屋を作ったのですが、星空の壁を花火大会の壁にしています。それでは早速見ていきましょう。今回のテーマは花火大会は屋上でです。こんなのあったらいいなぁを集まり内で作っていきます。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは最大、窓はなしでエントランスは右から2番目。明るさはオレンジで暗めですが、作業中は明るくしていきます。環境音はなしです。壁と床の概要です。水面に花火が反射している風にするためにアトリエの床で表現していきます。暗くするとそれっぽくなります。まずは屋上部分となる場所を作っていきます。ナチュラルなフローリングタイルを敷いていきます。飛び出さないように柵を作ります。後ろにウッドパーテーションを並べます。飛び出せなさそうな柵になりました。蓄光ウォールステッカーを使って柵を作ります。反対側の壁も同様に作ります。ステッカーの代わりに手すりでもいいと思います。こんな感じで屋上の土台ができました。次は屋上の下、地上を作っていきます。山を両脇にセットします。松の盆栽をたくさん置いて地上の木を表現します。普通のサイズの観葉植物だと大きすぎるので、小物サイズの観葉植物がおすすめです。日本の花火大会なので松だと雰囲気が出ていいかもしれません。ハリポテの草を松の盆栽の間に置いていきます。松の盆栽を手前に持ってきてエフェクトをつけていきます。黙々のエフェクトをちょっとだけつけます。つけすぎると地上で火事が起こっているかのように見えてしまうので、ほんの少しだけがおすすめです。自然な感じに見えるように松の盆栽の位置を調整していきます。ちなみにこのエフェクトは雲を表現しています。それだけ高い位置に家があるというイメージですね。この角度から見ると地上が茂っていていい感じになりました。屋上部分を作っていきます。屋上は花火大会の時にあったら便利を実現していきます。バーベキューをしながら花火を見て、テントに寝転がりながら花火を見て、望遠鏡から近距離で花火を見て楽しみます。西部の街並みを入り口以外に壁全部貼り付けます。お祭り感を出すためにパーティーライトを飾り付けます。明るさで花火が見にくくなりそうですね。簡易キッチンを置いていきます。バーベキュー以外なら何らかいろいろな料理ができそうですね。どうやら文次郎はハンバーガーを作ってくれたようです。こういうところにペットを連れてくるイメージなので、犬を置いていきます。さらにお祭り感を出すために裸電球を西部の街並みの上に飾っていきます。一直線にならないようにハンマスずらしながら横に並べていきます。直線より自然な感じになりますね。これで全ての飾り付けが完了です。最後に電気を調整します。暗くすると雰囲気が出ますね。屋上から見る花火大会はいかがだったでしょうか。
屋上で花火が見えるのいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Thank you.